餅平座は、和菓子屋さんなんですが、栗おこわ、みたらし団子の他にも和三盆を使ったプリンも販売しているそうです。和菓子じゃない、和菓子じゃないよ、和菓子じゃないんだけど、和菓子じゃないんだけど、和菓子に使われる和菓子